ミッション S6 はこちら、6分間笑うぜ。よいしょ。はい、はい、ということで6人合わせ6分間笑うな。おい、そんな簡単じゃない、はい、もう口に水を含んでもらってカメラの前に立ってというだけです。そんなの簡単そうだよ。後ろ普通に喋ってんの。普通に喋ってんの。そう、ここで成功を狙って頑張ります。それでは張り切って参りましょう。昭和の話だいぶキャッチーな。はい、ということでまず最初の挑戦者は渡辺翔太でいきます。はい、よし、ここでもうかっこいいとこ見せてやるよ。でもさ、でも含んだだけでさ、いや、分かる分かる、面白い、面白い、行こう。じゃあもう行くわ。あんま、ちょっとマジやめて。マジでやるから。マジマジマジ、 V6 に勝つんだよ俺。もちろん。もういいよ。含んで準備 OK やったらコップ渡して。あれ翔太が本気なのか。口いっぱいに含んだ方がいい。いや、もう正気、正気じゃない。正気。いや、まだ始まってないから。始まってないから。いきます、ミッションスタート。こういう感じ。まあ、そう、あー、なるほど。一回一回止めんの。いや、止めないんじゃない、そのまま行くんじゃない。でもなんか、でも、いや、翔太に真剣になってるから。俺さ、なんかさっきさ、落ちてたから拾ってきたんだよね、なんか。え、ちょ、マジ、うん、ブライアンっていう。いや、まあ、だってさ、2番目だと間違いだもんな、これいけちゃうわ。いけちゃうな。だってさ、2番目だといけちゃうわ。なんかな、伊達男だよな。まあ、そりゃそうだよね。伊達さんもいけるよ。今、世界貴族になりはってる。いや、伊達さんってそんな中途半端な笑いで絶対笑わない。うん、俺も分かってんの。おぉ、おぉ、おぉ、いいだろ。入ってくれないな。お前、いいやつだな。うん、お前な、うんうん、どんとこいって感じでしょ。うん、もう、うん、カモン走ったつも。やば、ダメだ、つぼ浅くなるわ、ほんと。うん、いや、うん、あ、うん、あ、うん、あ、いや、あ、あ、俺ら、イエーイ、西のブラザーズってブラザーズ全然西じゃない、言うから。これどうやってくっついちゃった。これさ、いけちゃうっしょ。いや、これ6本いっちゃうじゃない。いっちゃうよ、いけちゃうよ、余裕だよ。いけちゃうよな。見てる、ダッシュ。これやばいぞ、いっちゃうぞ。いっちゃうよ、一人でいっちゃうね。それはそれでだよ、それはそれでやりたいんだけど。やっぱ俺もやりたいもん。行きたいんだけど。行きたいんだけど。だってこれミッション成功に関わるからね。おう。嘘でしょ。お前さ。どうしたい。マジで。何やってんの。何やってんの。意外とね。ザッツ。下がなかった。下がなかったの。うん。いっちゃうんじゃない。いや、いっちゃ、待って、俺もやりたいもん、だって。これ、俺ヒカルが送ってきた俺の写真じゃん、これ。え
やっぱもうさ、こうなってくるともう大きい、もうこうなってくるとそういうことよ。ほいほい来たよ、ナベとナベのマジちゃんの会話来たよ。あと1分あと1分あと1分お、マジで1分じゃん。もしかして、もしかして、もしかして、なぜの試合しか、あれ、おお、下乗ってるよ、おお、下手くそになっちゃった、下手くそになっちゃった、辞書開いて一番面白い、いいよいいよ。ふっかけよ、ふっかけよ、反り返る。ふっかけよ、さっこも行くよ、さっこも行くよ。興奮。なにそれ、なにそれ、何で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 何あれ感情が複雑だ、うん、嘘やっぱ、ね、そうだよね、6人で達成できるってことを目標にやってるから、そうだからすごいし、褒めたたえないといけないんだけど、うん、悔しい、何か悔しい、何で俺頑張ったの。いや、まあ、ありがとうって言ってたじゃん。いや、まあこれからもどんどんまだまだミッションいっぱいあるから、はい、気合い入れて頑張っていきます。よーお前日に日に出たんだって。毎回締めるのと一緒なんだよ、全部大したこれチャンネル登録よろしくー。まあ、それは逃げる。いいよー。